俺らピカピカの1年生。でも劇や歌があるって言ってもどうせ学期の演奏ばっかりなんでしょう。やっぱそうだよ。他のところに行こう。行かないで。それにそれに、オケ部は楽器を演奏することの他にもたくさんの魅力があるんだ。例えば夏休みには普段入れない屋上で学年関係なくみんなで水鉄砲大会をしたり、夏の合宿では花火大会をしたり、いやでもそんな花火大会って言ったってね。いやいや、それが顧問の重久先生はなんと花火師の免許を持っているんだ。意外、めっちゃ楽しそうに思えてきた。そうなんだよ、めっちゃ楽しそうでしょ。どう、入る気になった？え、待って、この人たち、え、さっきのなんかめっちゃ可愛い先輩たちじゃね。やばいやばい、可愛いしかっこいい。はい、入ります。ついに明日で第18回定期演奏会だね。いや、楽しかった。オケ部生活も最後になるって思うと寂しいよ。そうだな、5年間の思い出を乗せて頑張ろう。頑張ろう。定期演奏会大成功だったね。いや、こんな気持ちよく引退できるなんて、やっぱオケ部は最高だよな。やっぱあの時諦めなくて入部して本当に良かったよ。